神宮寺雄太がインスタで公開した INZM ロゴ入りゲーム機。レトロゲーム機青いドリンク。架空のゲーム機謎の青いドリンクに隠された秘密とは。ある日、神宮寺雄太がインスタグラムに投稿した1枚の写真が SNS 上で大きな話題を呼んだ。その写真には、どこか懐かしさを感じさせる携帯型のゲーム機が映し出されていた。そのゲーム機は、 かつて多くの人々が夢中になったファミコンやゲームボーイのようなデザインで、シンプルでありながらもどこか洗練された雰囲気を醸し出していた。神宮寺雄太の投稿に触発されたファンたちは、瞬く間にそのゲーム機についての憶測や感想を SNS に書き込んでいった。写真に写っていたゲーム機には、神宮寺雄太が所属するユニット、INZM のロゴがあしらわれており、そのデザインから察するに、架空のものである可能性が高かった。 それにもかかわらず、ファンたちはこのゲーム機が現実のものであればどれほど素晴らしいかという想像を膨らませ、あたかも実在するかのようにその魅力について語り合った。投稿にはゲーム機だけでなく、鮮やかな青色のドリンクボトルも映っており、その色合いは見る者に強烈なインパクトを与えた。このドリンクもまた、INZM と関連しており、ファンたちはその味についてもさまざまな憶測を巡らせていた。あるファンは、 青いドリンクはナス味なんだね、とコメントし、その独特な味わいを想像しながら勇気を持って飲んでみたいと語った。他のファンは、ナス味というのは実はブルーハワイのフレーバーではないかと冗談交じりに推測し、その謎めいた味についてさらに深く掘り下げようとした。このようにして、神宮寺雄太の投稿は、ファンたちにとってただの情報の提供以上のものとなり、彼らが自身の想像力を駆使して楽しむための一つの場となったのだ。 一方で、ゲーム機やドリンクのデザインには細部にまでこだわりが感じられた。例えば、ゲーム機のカセットに描かれたイラストや、ドリンクボトルに印字された賞味期限など、まるで実在の製品であるかのようなリアリティが追求されていた。ファンたちはその細部に目を凝らし、どんなメッセージが込められているのかを探ろうと必死になっていた。また、投稿に添えられた QR コードについても、多くのファンがそのコードを探し求め、 何か隠された情報があるのではないかと期待を寄せた。神宮寺雄太の Instagram 投稿は単なるエンターテインメントの提供以上の意味を持っているように思える。それは彼とファンとの間の双方向的なコミュニケーションの場であり、ファンたちが積極的に参加し、創造性を発揮するための触媒となっているのだ。彼の投稿をきっかけに、ファンたちは自ら物語を紡ぎ出し、 あるいは現実とフィクションの境界を曖昧にしながら、自分たちだけの世界を作り上げていく。こうした現象は、ファン文化の新たな形態として注目されるべきものであり、神宮寺勇太のようなアイドルが SNS を通じてどのようにファンとの関係を築いているのかを考える上で非常に興味深い。さらに、このようなインスタグラムの投稿が、どのようにしてファンのクリエイティビティを刺激し、 コミュニティの形成を促進しているのかについても注目したい。SNS は、かつては一方的に情報を受け取るだけの媒体であったが、今では双方向のコミュニケーションを可能にし、ファンが能動的に参加することで新たな価値を生み出す場となっている。特に、神宮寺勇太のような人気アイドルが SNS を活用することで、ファンは彼との距離を縮め、自分たちのアイデアや感想を直接共有できるようになった。 その結果、ファン同士のつながりが深まり、新たなコミュニティが形成されるとともに、彼の影響力がさらに強まっていくのである。このような現象を理解するためには、SNS 上でのコミュニケーションがどのようにして進化してきたのかを振り返る必要がある。かつて、ファンとアイドルの関係は一方通行であり、ファンはアイドルの活動や発言を受動的に消費するだけであった。しかし、SNS の普及により、 ファンは自らの意見や感想を発信し、アイドルに直接アプローチできるようになった。これにより、ファンとアイドルとの間には新たな形の関係が生まれ、ファンがアイドルの活動に積極的に参加することで、双方にとっての価値が生まれるようになった。例えば、神宮寺勇太のインスタグラム投稿が引き起こした現象は、ファンが彼とのコミュニケーションを楽しみ、さらに深いレベルで彼をサポートするための一つの手段となっている。 この投稿は、ただの情報発信ではなく、ファンが自分たちの想像力を発揮し、共有するためのプラットフォームを提供しているのだ。こうしたプラットフォームは、ファン同士のつながりを強化し、新たなアイデアやコンテンツを生み出すための土壌となる。このようにして、神宮寺雄太の Instagram 投稿は、ファン文化の進化と SNS の役割を象徴するものである。ファンたちは彼の投稿をきっかけに、 自分たちだけの世界を作り上げそれを共有し合うことでコミュニティ全体の価値を高めている。また彼の投稿はファンたちが新たな視点やアイデアを発見しそれを通じてさらに彼との絆を深めるための契機となっているのだ。このようなファン文化の進化は現代のエンターテインメント業界において非常に重要な現象であり今後も注目されるべきテーマである。 SNS を通じてアイドルとファンとの間に築かれる関係は、ますます複雑で多様化しており、それがどのようにして新たな価値を生み出していくのかを理解することは、エンターテインメント業界の未来を考える上で不可欠である。そして、このような現象を通じて、ファンたちがどのようにして自分たちの声を上げ、アイドルと共に成長していくのかを見守ることは、非常に興味深い課題となるだろう。神宮寺優太の Instagram 投稿は、 その象徴的な一例であり、彼のファンたちがどのようにして彼とのつながりを深め、新たな価値を生み出しているのかを示している。このような現象は、単なるエンターテインメントの枠を超え、現代社会におけるコミュニケーションの進化や、ファン文化の未来を考える上での重要な示唆を与えていると言えるだろう。彼の投稿をきっかけに生まれるファンたちのクリエイティビティやコミュニティの力は、今後もますます強まっていくことが予想される。 最後に、このような SNS 上でのコミュニケーションがもたらす可能性について、さらに深く考えてみる必要がある。現代のデジタル社会において、ファンとアイドルとの関係はますます密接になっており、それがどのようにしてエンターテインメント業界全体に影響を与えていくのかを理解することは非常に重要だ。神宮寺雄太のようなアイドルが SNS を通じてファンとどのように、関わり、共に成長していくのかを見守ることは、 今後のエンターテインメント業界の動向を予測する上で不可欠である。また、ファンたちが SNS を通じてどのようにして自分たちの声を上げ、アイドルと共に新たな価値を創造していくのかを探ることも、今後の課題となるだろう。SNS がファン文化に与える影響は計り知れないものであり、神宮寺勇太の Instagram 投稿はその一つの象徴である。彼の投稿を通じて、ファンたちは自分たちの想像力を発揮し、 新たな価値を生み出すことができるそしてこのような現象が今後どのように進化していくのかを見守ることは非常に興味深いテーマである。SNS を通じて生まれる新たなコミュニケーションの形がファン文化にどのような影響を与えていくのかそれはまだ未知数である。しかし神宮寺勇太の投稿が示すようにその可能性は無限大であり今後もますます注目されるべきである。